アメリカニューハンプシャー州の共和党下院議員は批判的人種理論に照準を当てています。3人の下院議員は州の研修プログラムでこの理論を扱うことを事実上禁止する法案を提出しています。ニューハンプシャー州の首都コンコードで行われた集会ではこの理論に基づく強化に参加者からの反対の声が上がりました。ニューハンプシャー州の法案は 人種や性別に基づく特定の分裂的で対立構造を作る概念が、州の契約、助成金、研修プログラムなどで広まることを阻止するものです。この法案を提出した一人、キース・アーモン共和党下院議員は4月24日に集会で発言しました。キース・アーモン議員は、州議会会員でこの法案の成立に尽力していますが、 法案に反対する意見を取り上げて、次のように語りました。批判的人種理論はマルクス主義に根ざしており、 人種と法と権力との間の関係を改変することを目的とした法学運動と定義されています。ヘリテージ財団によると、この理論の支持者は人種、性別、その他のアイデンティティを抑圧のシステムに役立つ社会的構成要素とみなしています。しかし集会に参加したリリー・タン・ウィリアムズさんは、この理論についてアメリカ人に注意を促しています。リリー・タン・ウィリアムズさんはこの理論と、 毛沢東が中共の文化大革命で権力を獲得するために使った戦術との類似点を強調しています。 and they divided people into oppressor groups and oppressed groups so if you're white male and uh, you know and um, question conservatives and then you belong to oppressors groups so i just don't like that division because it sounds familiar to me it is just divide and conquer ハーレム在住のバーバラさんも批判的人種理論に反対する意見を述べています。 この法案は州政府の特定のコミュニケーションにおいてある人種や性別が他人より本質的に優れているという概念やニューハンプシャー州やアメリカは本質的に人種差別的であるなど 対立を煽る概念の普及を禁止することにより、この理論を事実上禁止するものです。法案は現在、衆議会上院で審議されています。NTD ジャパンがお伝えしました。